こんにちは、つつにょこです。さあ、ポケモンコマスターね、続きやっていきましょう。今のところね、ダイヤがいろいろ特別ボーナスとかメンテナンスのね、お詫びなんかで110個貯まりました。そしてね、ログインボーナスでさらにチケットもね、手に入れてるので今日は3回引けますね。じゃあトレボを引いていきましょう。ダブル購入からいきます。ダブル購入をするとプレートがね、1つゲットできるようです。さあ、僕はね、リセマラしないでいきますよ。ちなみに当たり確率書いてありますね。シングルトレボだと EX がね 0.5%、 結構低め。そしてダブルトレボでも 0.5%、 そしてレアも 1.5%、 なかなかね厳しいですねこれね。さあ、それを踏まえて、じゃあレア以上が出ればまあ当たりって感じかな。ダブル購入していきたいと思います。はい、さあ来い。まず1個目、デイ。演出は何かあるのかな。さあ来い。なんだ、ん、 UC のザングースでした。ふう。そして次、お、これちょっと金色に光ってない。あ、金に光ってる、金に。あ、レアのエアームドが出てくれましたね。やっぱり演出があるんだね。そして UC のクイックケア、フィールドにいる自分の、あ、もう読む前に勝手に進んじゃった。ダメージは、おお、90。引っかくはちょっと弱いかな。エアームドどうかな。80が16、24が50、そして飛ぶ。なるほど。さあ、もう一回、今度はチケットで引けるのでそっち引いていきましょう。シングル取れば金色に光ったらやっぱ熱いんだね。でい、来い。青かー、UC でしょうね。ストライク、いいじゃん、ストライクかっこいい。切り裂くと峰打ちですね。さあ、それじゃあ今回はね、ストーリーもちょっと進めていきましょうか。ちょっとデッキを変えて、そうだな、 UC の誰を外そうかな。今んとこね、水と火のプレートがあるので、リマロンをちょっと控えにやらすか。こんな感じで。さあ、それじゃあユージとね、対決していきましょう。このユージに勝てばピカチュウがもらえるみたい。やってみましょう。そんな、以前のシャロンタンと違う、比べ物にならないほど強い。シャロンちゃんがいるんね。エンブレムへいただくわ。あなたの健闘は認めてあげる。私の方が強かった。これは女優プレイヤーのシャロンと、隣にうずくまってるのがこのホテルのオーナーユージか。どうやら我々に立ちはだかる強敵がもう一人いたようですね。シャロン、君がユージを破ったのか。あんた誰？慣れ慣れしく呼ばないでくれる？だけどその通り、残念だけどトップ通過を私がいただいたわ。おめでとう。かわいいね、シャロンちゃん。反応薄いわね。もう少し驚きなさいよ。何？まだ第一回戦です。トップも2番も誤差のようなもの。まだまだ挽回できますとも。この大会の勝者は最後のエンブレムを手にした時に決まるんだ。分かってるわよ。なんでこんなツンデレな感じ。それでも早くたどり着くことに意味があるんだから、そこで勝手に吠えてなさいよ。いやいや、ユージと対決するよ。僕は僕を差し置いて何を勝手に盛り上がってるんだ。シャロンタンはともかく、君たちに負ける筋合いはみじんもない。それはどうかな。ここまで勝ち上がってきた僕たちを舐めてもらっては困る。一緒に行動してんのかな。僕はマスターも何か言い返したらどうです。シャツはち切れそうだね。シャツはち切れそうだね。ちょっとあのね、太ってる人特有のシャツの間からね、お肉が見えそうな感じになってる。シャロンタンに褒められた素敵なファッションを貢献にしたな。褒められたんだ、シャロンちゃんに。褒めてない、絶対言ってないから。シャロンちゃん可愛いね。いいだろう、そこまで言うなら君から勝負だ。マスターご指名のようですね。思い知らせてあげるよ、この僕の真の恐ろしさを。手抜いてたのかな。先行がユージになりました。さてさて、まずは AI で出してもらって、どうするかな。こっち
か。おっと、いきなり対決の姿勢。ちょっと控えたね。で、人影が行く。あら、さあここでどうするか。ここで、炎の脅威使います。なるほど、ここはちょっと AI に任せよう。これはちょっと考えものだな。どっちが攻撃してもやっつけても次が守られちゃうんでね。ちょっと AI をまた使います。なかなか守りが硬いね。対決、うわミスでやられちゃいました。さてさてどうするか。これ強いな守りすぎでしょユージ。さあ、うわ勝手に戦いやがった。これ劣勢ですね。これはきついよ。えい、剣の舞、よし勝ちましたね。さあどうしていくか。また対決、えい、よし切り裂いた。これはでかいね。2なのでここでこれがこうして対決していきましょう。これが倒せれば勝ち。必殺舞は来るな、よしやりました。これで勝ちですね。これでアチャモが動いてチェックメイト、やりました。守りをね打ち勝ちました。完全にね、ルーレットの運ゲーですこれルーレットの運ゲーですこれ。やりました、ピカチュウもらった。エナジー上限追加、ルーレット、これルーレットね、当たりの方にやると、ポケモンがもらえるみたいですね。前当たった時にねポケモンもらいました。出ますよ奥義、ジャイアント、ジャイアントしか選べない、ジャイアント、ミラクル、何の奥義出すの、スマーシュ、嘘だ、何そのダサい技。ともかく2番目の通過者が決まったようね。決まりましたね、マスターの勝利が確定しましたよ。これがエンブレムですね。エンブレム1つ目ゲット。何これすげえエンブレムだな。やったな、おめでとう。僕も負けてられないな。さあ次は僕の番だ。ユージ君大変だね。一番だって人数が多いとこのマスターだもんな。やったな次の子。それにしてもルカ様は強かったですね。あのユージ様が手も足も出ないなんて。あんまり言うなよ。それにすごかったじゃないか。良きライバルを得たようですね。ところでデバイスなんだけど、ずいぶんよく喋るんだね。そういう設定があったりするの？何のこと？そんな喋んないの普通は。いや僕のデバイスはそんな喋らないからちょっといいなって思ったんだ。デバイスにもいろいろな種類があるようです。個別の情報は私のデータには登録されていないようです。お二人ともごきげんよう。シャロン、なぜ？ただの散歩よ。
そんなことよりもあんたたちのデュエル見せてもらったわ。弱くはなさそうね。アイドルプレイヤーと呼ばれるシャロンに認めてもらえるなんて光栄だよ。でも次のトップは僕がいただく。どうかしら、この大会を制覇するのは私よ。また次のホテルで会いましょう。なるほど。シャロン様の音声を解析すると、どうやら我々のことが気になって気になって仕方のないようです。な、そんなことまでできるの、デッキは。体温が上昇しているようです。うるさいうるさい、もう知らない。どっちを気になってるんだろうな。イケメンのルカ君かな、やっぱり。第1回戦が終了しました。私からの祝勝記念です。何もらえるの？あ、何ももらえないのか。次はこのタワーですね。ホテルシャトー・ド・ローザがオープンしました。なるほどなるほど、ここに行くわけですな。ガード型運営員、またね、今度はここを、挑戦していきたいと思います。またね、ダイヤが溜まって、ボスのところあたりでね、動画出すかもしれませんということで、ポケモンコマスターね、ちょっとずつゆっくりとね進めてるので、よかったらねまた次も見てください。それでは土の子でした。